疲れさん。選手がちょっとファー気味にいるので、ね、このボールを回収しているので、さあ宇野木入れ替わった、切り返して宇野木の左足だ。抜け出したシーンではペナルティエリアの、ね、ちょっと角ぐらいからも切り返してシュートして、まあ、こぼれ球入るようなシーンね。オッケーな、メンバー必ずコメントアムロサチアス、いつでも行ける、よしやってくれ。オッケー、よし、オッケー、健介の右足きた。ナイスキーパー山口塁のセーブ。
まで来ていただいて本当にありがとうございます、28歳になりました、まだまだ人生これからなんでね、自分らしく頑張っていきたいと思います、ホームで次絶対勝ってまたみんなで喜びましょう。僕復帰してからまだ負けてないんで、ここから残り9試合、無敗で終われるように、頑張るんで、また、ホームでも応援よろしくお願いします。勝ったぞまた次も厳しい試合が続きますけど、みんなで一丸となって勝ち続けましょう。ありがとうございます。締めます。